大家好，我是直也，我是日本的程序員。今日は日本の企業では文系の修士号は評価されないということについて話をします。理由は2つあります。理由1つ目、専門性を生かす場がないからです。日本の会社では専門性を生かす職種がないです。実際は経済学など仕事に生かせることもできると思いますが、事例が少ないので職種が用意されていません。事例が少ないのは文系の修士号を取得する人が少なく、そのような専門的知識を仕事に適用するという意識が低いからです。理由2つ目、また特に大企業では即戦力よりも人材を教育することに力を入れます。なので仕事で必要な知識は入社後に教えます。だから専門的知識が評価されない傾向にあります。ちなみにこれは理系の修士も同じです。論理的思考力のような汎用的な能力は評価されます。理由2つ目、目的意識が乏しい学生だと思われるからです。日本人で文系の大学に行く人のほとんどが学部の時に就職活動に失敗した人です。また、修士号を取った後に教員や公務員になる人も多いです。なので、一般企業に応募する人がとても少ないです。面接でなぜ大学院に進学したのかと聞かれたら、前向きな理由を回答できるようにしておきましょう。もしあなたが文系の大学院にいるなら、自分の専門性を追求するよりも人と話すこと、人に自分の考えを伝える練習をする方が僕はいいと思います。特に自分の専門と関係のない学生や年齢が離れた社会人と話す機会を持つのが良いでしょう。就職の面接では話す能力がとても大事だからです。今天的视频就到这里，如果你喜欢我的视频，请点赞、关注我、评论我。下次见，拜拜。My name is居場所は教室の隅、答えは仕方だ、到底無理、聞かせてくれよ誇りと魂、出てきて叫べ命の限り、揺るがぬ信念、博士の実験、心の深淵巡り来る因縁、マインスポーツ大喜利で実証、最後都合灯火を失笑、 AI でヒューマンクロスオーバー、人愛先に限界は突破、逃げるは恥だが役に立つ、そんなわけないから勝ちに行く、昼間ない、夜がない、踊らされない、転ばない、泳がない、このまま死なない、時期に耳に響き出す音楽はスピリタス、規模が違うステータス、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も喜劇、メイドインジャパンのこじらせ男子、昭和の生き残りマジな話、やる気はあるけどゼロキロカロリー、カバリ悲しい空回り、昔あいつが言ってた通り、 No No ここらじゃオンリー、はみ出し者へのラプソディ、届けるホークネス1、2、3、4、 IT 社会が生んだ産物、その名も AI、 頭脳のジャンゴ、探求重ねた膨大なデータ、笑いに参入大喜利ベータ、フェイバック10年前のアニメや映画、から得た無数のアイデア、描く空想から現実、交わる人と機械のこの記念日、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も喜劇、メイクマネーから AI 投資、アホ VC からの盛大奉仕、調子こいてるディープマイン、あそこしごいてるソープマイン、耳開けてんのがハサビス、ヨー、送る看護系サービスを、今日もボットが答えを笑い出す、明日は俺らが作り出す、プロの大喜利上がったのし、全て飲み込む山田のオンチ、視線は遥かかなたの方に、掴むこの手でキャッチを通り、ひらめくかどうか一種の勝負、これに感謝キスの豆腐、呼吸合わせて投げ込む超級、人生かけて奇跡を起こす、頭一つで起こす生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も喜劇、 I'm human crossover、 ホークネス飛ばしすがって100戦錬磨、頭一つ飛び抜け、 NEXT FUTURE 人工知能より才能は開発